皆さんこんばんは。それでは、夢に熟知のコリンヌさんを探しますね。通りかかっただけか、それとも具体的に何かお探しか。あんたはルドルフ・デヨンキアだ。デヨンキア家の一人だ。祖先がこの町の基礎を築いた。今では最大の銀行を所有している。自慢話はいらない。名前だけで十分だろ。父はよくこう言った。みんなにお前の価値を知らしめなさいとね。コリンヌさん探してるんだけど。コリンヌ・ティリーを探してる。では正しい場所に来たな。コリンヌは中だ。ここ何日かこの家の過去を夢で見ている。なぜ自分の家の過去を調べてるんだ。歴史家か何かか。最近この土地を買ったのだ。かなりの高額でな。そのすぐ後に騒ぎがあった。それでここが幽霊屋敷ではないかと怖くなった。どんな現象が。はい、いろいろだ。夜中のクスクス笑い、屋根裏で動き回る家具、さらに先週は、信じないだろうが、応接まで人糞を見つけた。中で何が起きているか興味ないのか。その目で見たらどうだ。私は銀行家だ。呪われた家は恐ろしい。幽霊が資産価値に与える影響がわかるか。それにコリンヌに邪魔しないよう頼まれたんだ。お邪魔していいですか。中に入って様子を見たい。普段なら他人に家を物色させたりはしない。だがその件、ウィッチャーだな。入っていい。気まぐれだと思え。その2本目の件は予備なのかな。なるほど。お金持ちの割に汚い家だな。ダメ、あっちへ行って。やめて、触らないで。またちゃんとした服着ない人だ。起きろ、それはただの夢だ。起きろ。屋根裏の人形。よし、次は屋根裏を調べよう。それを置いて、血をこぼさないで、お願い。隣室への道が塞がれてる。こういう時はアードで吹き飛ばします。2階にゆりかごがあったな。それに人形を置いたらどうなるかな。ダメ、あっちへ行って。やめて、触らないで。傑作はまだ一枚。かまどと焦げた鉄格子。楽しい謎謎だな。かまどを見つけないとな。ここの階段がね、いつも降りるときにローリングしちゃうんですよ。
ジェラルトさん、かなり足元、おぼつかないからねー。こういうひびの入った壁も、ハードで壊せます。あんな男がちっちゃな皿を怖がるなんて最高。その辺にしておけ。誰かを怖がらせすぎたらしっぺ返しを食うぞ。どうして私を傷つけるの？ちょっとくらい遊んだっていいじゃない。どんな遊びだ？あの女の人が眠ったらひどい悪夢を見せるの。目を覚まさないようにして。すごいでしょ？面白いでしょ？面白いな。しかし夢見術師に話がある。彼女を目覚めさせてほしい。サラはあの人を起こしたくない。サラは遊びたいの。そんな遊び方じゃ楽しいのは君だけさ。だってあなた退屈だもの。人間はみんな退屈。お前は夢見術師に悪夢を見せ目覚めさせようとしない。なぜ彼女を苦しめる？誰も苦しめてない。怖い夢は面白いの。大きな面取りに追いかけられる夢とかね。真っ赤なトサカで。どうして幽霊屋敷に住んでるんだ？教えてあげる。実はこの家少しも取り憑かれてないの。そんなふりをしてみんなにそう思わせてるだけ。誰もいなかったから引っ越してきたの。銀行の偉い人がその後にここを買った。銀行家は嫌い。一緒に住むのはもっと嫌い。だから脅かしたの。銀行家は心底怖がったぞ。いいか、彼はこの家に大金を払ったし、簡単には手放さない。別の家を見つけるんだ。いやよ。いや、お断り。こういう魔物の扱いは困るんだよね、ゲラルトさん。穏便に済ませたかったが、そうさせてくれないのなら。どうするつもり？ねえ、ねえ、ねえ。ごぼう、ゴドリングの嫌いな匂いだ。お前は好きか？ゲラルトさんはこういう魔物は殺したりしないです。この子は日本でいう座敷わらしに近い魔物です。なんか物価やユタンなど聞き覚えのない名前がいっぱいですが、ブラウニーならわかる人はわかる名前ですね。では、あの子の嫌いなごぼうを調達してきます。もう、買ってきました。そして火をつけます。ですけど仕方ないです。ちなみに追い出さない選択もできます。あの銀行家さんには全く非はないので、それもどうかと思いますけどね。まあ他のウィッチャーランバートあたりなら容赦なく切り殺すかも。コリンヌさん、起きてますね。もっとちゃんとした服着た方がいいよ。あなたは？トリスメリゴールドからの使いだ。はあ、ひどい悪夢。この家の過去を夢で見るはずだったのに、代わりに見たのは家具。私を飲み込もうとする飢えた家具。バカみたいに聞こえるでしょうけど、でも夢の中ではまるで現実みたいに苦しんだわ。ゴドリングの仕業だ。幽霊屋敷だと人々に信じ込ませていた。
しかもちょっとした冗談を君の夢に吹き込んだ。起こしてくれたのね。運が良かったわ。ウィッチャー流で対処したんだ。ありがとう、本当に。ひどい夢だったわ。お礼の方法はある？あるぞ。ノビグラドで目撃された若い娘を探してる。きっと手伝えるわ。でもまず頭を整理しなきゃ。おかしな夢のせいで蜘蛛の巣だらけみたい。ゴールデンスタージョンに来て。部屋を借りてるの。わかった、そこで会おう。コリンヌが出てきたが話してくれなかった。問題は解決したのか、それとも逆か。かまどでごぼうを焼き、匂いでゴドリングを追い出した。コリンヌは単に目を覚ましたよ。とにかく家は浄化された。素晴らしい。だが正直に言うと、もうこの建物に住む気にはならん。手放すことにする。もちろん謝礼は支払おう。家が売れたら手数料をお前に渡す。たまによって訪ねてくれ。デヨンキア家は約束したことは必ず守る。助かる。では改めてコリンヌさんに会いに行きます。真っ暗だ。ああ、暗闇しか見えない。この街を止めようと挑戦者が名乗りを上げたぞ。何やってきたのか。ここで夢を見るの？そんな高齢術は見たことがない。もちろん参加したこともな。私が導くわ。まずはある種の精神的調和に至る必要がある。いくつか質問するから、それに答えて。正直に心から答えることが重要よ。まずは説明してほしいかな。君の能力について教えてほしい。説明は難しいわ。第一に、夢を見ようとしている対象と依頼人との絆を理解しなければならない。質問して感覚や感情を具体化するの。これには真実が不可欠よ。でも人には得てして話したくないことがたくさんある。ましてや気づいてないこともあるから、具体化するってのは難しいのよ。夢で何を見るんだ？私は見ないわ。見るのは依頼人。夢を呼び出すのが私の能力。時として悪夢や強烈な欲求が本物の出来事を夢に見させる。本物と偽物を見分けるのは大変なの。始めよう。まずはその女性についての思い出を話して。なぜだ？言う通りにして。最も強く、最も完全な記憶が必要なの。シリ、女性の名はシリだ。昔とある仕事を引き受けた。報酬を選ぶとき、俺は偶然の原則を行使した。その時は自分に託される子に会うとは思ってなかった。何年かのうち、ブロクリオンの森で偶然少女に出会った。それが誰かは知らなかった。その森の妖精たちが彼女を気に入り、妖精に変えようとしていた。だが忘却の水は彼女には効かなかった。シリは俺と一緒にブロクリオンを出た。その後祖母の元へと送り返したが、すでに結びつきを感じていた。運命によって。それ以上の何かだ。ありがとう。もう一つ思い出を共有してもらえる？分かった。慌てないで、時間はあるわ。シリはニルフガードとの二度目の戦争で親を亡くした。若い娘をどう扱うべきか分からず、男と同じように扱うことにしてケイエモルヘンへ連れて行った。体を鍛え、剣を学ばせ、体力をつけさせれば困ることはないと思った。シリが崩れかけた壁の上に立ってたのを覚えてる。シリは足を滑らせ、ギリギリで受け止めたんだ。だが最も強烈な思い出は、ある日ドレスを着て部屋から出てきた彼女だ。気が乗らないと言いながら。シリは大人になりつつあった。もう子供じゃないと悟った時、呆然とした。そう。他に話したいことはある？
父は皇帝なので、亡くなったのは母でしょうね。そうだな。じゃあ、聞かせて。ケイアモルヘンでの修行の後、ユネファーがシリを自分の娘と初めて呼んだ直後の話だ。シリと離れ離れになった。彼女に危険が迫っていた。幾度となく夢を見た。彼女を見つけたのはスティガ城だ。ユネファーを助けに行った途中で囚われたんだ。危なかった。血でぬめった階段でシリと並んで戦ったのを覚えてる。シリが剣で石弓の矢を弾いたのはその時が初めてだ。二度としないように言い聞かせた。強烈な記憶ばかりね。まだ続ける？全部聞きますよ。まだある。話して。ゲラルトさん、一回死んだらしいです。あれはリビアだった。ニルフガードとの二度目の戦争の直後だ。まだ張り詰めた空気が残っていた。何かをきっかけに町で暴動が起きた。どうにかしようとしたが、苛立つ群衆を止められなかった。熊手を持った少年がそれを俺の腹に突き通した。ユネファーも死に瀕していた。シリは俺たちをボートに運ばせ、リンゴの花が咲き続ける地へこぎ着いた。彼女は俺たちを残して旅立った。それが彼女を見た最後だ。言ってたわね、その女性には力があったと。聞かせて。彼女は古き血脈の末裔だ。血塗られたファルカの子孫？火炙りにされた反逆者の？予言では火をつけた者の血脈に世界の破滅者が生まれると。ただの神話だ。神話が予言へと変化するときを知ってる？信じるものを得たときを。あなたがあまり話をしたがらないのも頷けるわね。わかったわ。他には何かある？ああ、もう一つある。二つあるけどね。シリは時空を操りし者と呼ばれている。以前ユネファーに理由を尋ねた。彼女は世界と世界の間を移動する。いや、うまく言い表せないな。ユネファーの話があまり理解できなかった。わかるのは地理的な移動だけではないことと、その地に人知を超えた力を宿すことだ。わかったわ。他には何かある？ああ、もう一つある。シリが力の制御に苦労していたのを覚えてる。ユネファーが簡単な呪文を教えたら、シリは近くにあった小屋を破壊した。シリはショックを受けたようだが、まあ古い小屋だった。力の制御を身につけるのには時間がかかった。正直今でも完全には制御できないだろう。わかったわ。他には何かある？ないな。始めるか。ええ、彼女を大事に思うのはわかったわ。でもその口調、そこまで注意深く隠す感情は。続けてくれないか。くつろいで。力を抜いて。私の手を取り、シリに語りかけて。彼女がいそうな場所、そばにいそうな人物を教えて。そうだな。シリが俺を見つけられなかったなら、別の友人を頼るはずだ。それは誰？女性二人のとこにいないのは確定なので。ダンディリオンかもしれん。二人は仲が良かった。モデルはこれ、ジョニー・ディップだろうね。ゲーム中のナレーションや自分なども、この人が書いたことになってます。要するに、ホームズのワトソン博士、みたいなキャラだね。
最初はツバメの夢だった。それから悪夢に変わった。時に夢は増幅する。過去と同様に未来を見せる。ツバメはシリを意味してる。ダンディリオンを訪ねたようだが、あいつが町にいたとはな。聞き覚えがあるわ。誰かが遺言で彼にローズマリー&タイムを残したとか。ローズマリー&タイム、どこにある？町に入って歓楽街を進むと橋に突き当たる。ローズマリーはそのすぐ先よ。女郎屋を相続したのか？そう聞いたわ。助かったよ。幸運を祈るわ。シリが見つかるといいわね。なんで椅子の上に立ってんの？では、ダンディリオンを探します。なんか、たらい回しにされてる感があるけど、しょうがない。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。